姉妹企画テコールの AKR と伊藤大輔の今日はあなたがテコレット。この番組はテコールに関係の深いゲスト、通称テコリストをお招きしたりしなかったりするゆるいトーク番組です。この放送は絆ステーションハッスル FM 84.0 メガヘルツからお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net info@tecall.net でお待ちしております。はいはい、どうも始まりました。はい、始まりました。芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト31回目。いやー、来ましたね。ね、うん、もう大台を超えて、そう、前へ前へ突き進んでいこう。そうそうそう。そうでね、まあ、あの先週からの流れで、はいはい、我々、富士見野市の方の、ね、上福岡の、はい、駅の近辺をちょっと散策させていただきまして、降り立ってますね。はい、はい、でそこでですね、あの前回、お世話になりました和ごや和洋菓子の小川屋さんの、はい、お母さんから、はいはい、どっか美味しいお店ありませんかと僕らが聞いたところ、ね、うん、あの一つのお店を紹介してくださったんですけども、はい、まあね、これもう言っちゃっていいかな。まあまあ、いいかな、前説ですけども、雪の影響でですね、と思われるんですけども、まあそうですね、うん、臨時休業という出てましたね、うん、で休みになりまして、そのまま、そこを目指してる時にちょっと目についたお店がございまして、はいはいはい、そこにですね、そうですね、フラッと本当にこれもアポなしで、そう、はい、アポなし思いつきしかもアポなしの中の最初の決めた店でもないところのアポなしというところ本当に直感でね、ああ行きましたね。そういただきましたけど、もうね、でまあまあまあお店の名前はもういいですかね、言っちゃって、もう大丈夫なんですか、うん、あの龍起小籠包さん、はい、うん、こちらのねお母さんがね、うん、また面白い方でね、そうですね、あとはあの本編でどこまで流してるかっていうのがちょっと分かんない、今、まあ、今前説をね、はいはい、使ってるやつ、話してる段階ですと分かんないんですけども、うん、めちゃくちゃ努力家の方だっていうのが、そうなんですよね、うん、まだこのお店あれなんですよね、そんなにそうオープンして1年なんでね、お店ってすごい、お母さんがね一人で切り盛りしてんの、そうなんですよね、それすごいなと思っちゃって、うん、これあれだね、まあ、まずまあ聞いてほしいんだけども、そうですね、その前でももうさ、うん、このお店に対しても、うん、熱い思いが止まらないよね、そうなんですよいや、うん、本当にね、あったかくて優しい方で、そう、新年2発目のあのお外ロケの、うん、はいはい、まあ、2店舗目、ええというのがもう温かい、本当にね、うん、俺も上福岡大好きだなと思っちゃったうん、それじゃあ行きましょうか、行ってみますかでは続いての曲は龍起小籠包で専門店、どうぞ。曲って言っちゃった。テコール、おはようございます。いいですか。いいです。お願いします。どうぞ。今寒いお客さんね。ね、本当にそうなんです。そうですね。うん、あ、おばちゃん、私たち、ハッスル FM っていうここら辺の放送してるあのラジオ局なんですよ。ラジオ。アポ取り快諾ありがとうございます。大丈夫。ダメ、大丈夫。ね、ちょっとここ紹介させてください。今ピンギョ日本語。あら。へえ、こっち、しいね、どれくらいなんですか、こっち側来られて1年、今、勉強日本語、あ、新しいお店なんですね、新しい、そうなんだ、じゃあ本当に1年経ちましたぐらいの、わあ、じゃあお願いします、お願いします、じゃあ、じゃあ最初は、ね、瓶ビールと瓶ビールと、はいはい、とりあえず瓶ビール1本と、はい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 、あと開封ニラ、ニラかこれ、
ニラ揚げ小籠包が8個入りかな。あ、4つ入りで他の頼むか。ね。ね。どう？あ、そうです。テレビのリモコン。ね。うん。あとは、リュウキ簡単小籠包ズさん。で、いいですか？お名前は、お店のお名前。はい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 。いやー、すごい、またいいタイミングで。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あら、まあ、美味しそうだ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ね、ちょうど2017年1月9日にオープンして、うん、あ、じゃあ本当に1周年で来れたんだ。さっきここ通り過ぎて、あ、やばい、美味しそう。やったー、どうぞ。すいません、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さん一人でやってるんですか？あ、うん、うん、一人でやってるんですか？一人でやってるんです。はぁ、よろしくお願いします。息子18歳、しどり。ほう。中国人100、妈妈しどり。ほう。子供しどり。ほう。子供は大好き日本。ほう。中国人子供全部好き日本漫画。あ、漫画。漫画、漫画、漫画。今就哈斯高高三年生哦，嗯，去巴是日本哦，今冰球日本国哦，有嘎子，哪哪嘎子，大牙骨啊啊，大学受験，そっそうだね。お母さんも大変じゃん。稼がないとみたいな。しっかり紹介してもらいましょう。よろしくお願いします。妈妈干巴的过年，今17年冰球日本国，莫斯科，6年大牙骨。あー、カレーターです。すごいですね、お母さん努力が、うん、あー、本当にすごい。息子さんはいくつ、7月にこれ一緒に住むんですか？今、うん、今日本語勉強、うん、こっちにいらっしゃるんですか？息子さん、息子さん、息子、うん、日本、日本にいる。あ、今勉強して7月に受験。そうですね。こっから来られたんですか？開封。開封。開封。はあ。はいはいはい。変な音。え、那那那，巴黎诺舅舅。啊，巴黎诺舅舅。北京开封。好。好好好。嗯。嗯。嗯。初次见面。初めまして。ちょっとこの2つ覚えてからかな。初次见面。初次见面。はじめまして。はじめまして。初次见面。と、こっち長いんだよね。変顔新、変顔新人ダウニー。変顔新人ダウニー。上手。おー、お会いできて嬉しいです。あー。さすが。あー、覚えて帰ろう。ね。美味しそうって何て言うんですか？美味しい。好吃。好吃，嗯，好吃，好 ，OK OK， 好好吃，好吃，嗯，好吃啊，好吃，好吃，哈哈哈哈哈哈，どんどん学んでいく。小籠包8個，8個啊，4つにして、あと餃子、焼きムス。え、どっちにしよう。どっちがいいかな。え、もうじゃあ2つの、じゃあこれ3ついく。あ、いいね。じゃあ、焼きと蒸すと、あ、はい、と、うん、あと小籠包4杯。4杯？はい。はい。いやー。ハードル？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 美味しそう。いいな。小籠包専門店って、あんま見ないですよね。うん、やっぱ。ねえ。いやー。で、麻婆豆腐とかも美味しそうだけどね。美味しい。美味しいって。辛い？結構。
チャドは、うん、そんでも、うん、チャドは大丈夫、ね、じゃあ1個頼んでみる。いや、あと麻婆豆腐もしたい、1つ。チャドは辛い。ちょっと辛い、ちょっと辛いで、多分下辛になると死んじゃうと思う。白酒ってなんですか？パなんだこれ白酒。あ、うん、うん、一杯一杯、あ、うん、一つじゃん、一杯、え、強い、強い、強い、ちょっと飲んで、やばいやばい。どうぞ。え、しら、え、なんて読むんですかこれ。なんだこれ、これなんて読むんですか。白酒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 。うん、そのまま。白酒。うん。いただきます。すごい上手。うん。どう？あ、でもこれ危ないね。あ、そう。結構、うん、あのそんなに。パーって最初に来ないの、うん、で、あ、なんだ、口当たり柔らかいじゃんと思うと今、うん、時間差でカーって熱くなる。へ、うん、白いお酒って書いて、でパオチオ、パイチオ、うん、パイチオ、どうです、ね、ちょっと、うん、一口いいですか、うん、大丈夫、伊藤大輔大丈夫か。一口だけ、うん、あーね、あ、でもあ、これはでもこの時期割といいのかもしれない。寒い時のウォッカみたいな。そうこれと小籠包、あ、いいんじゃないですか。あ、やばい、これはでも美味しい、美味しい、俺は好きなのに。今白酒、うんうん、いいです。寒い白酒、うん、あったかくなるしね、あったかい、ちょうどいい。はあ、これ多分すごい飲みやすいんですね。スッスいけるけど、うん、あぶね。ダーンってなる。ちょ、こう瓶取らしてもらっていいですか。これ大丈夫。大丈夫、うん。でもすごいな、お母さん一人で1年間ずっとやってたんですもんね。やってるんですもんね。うん。1年。うん。1年間。去年。うん。去年。日本語は。全然喋れない。全然ゼロ。すごい。え、それで。夜のお客さん、うん、いや、おはようございます。夜だけど、おはようございます。そうだよね、挨拶みたいな。いや、難しいと思う。おか夜やねっつって。お母さん、夜やねっつって。なるほどね。あ、でもそう、全く喋れないところからってのは結構すごいかも。はい、1年間でしょ。1年間でそこまで喋れるようになったってことですよ、うん、お母さん。お母さん、一人でずっと勉強してるんですか。今、テレビや。ああ。お客さん。これ。はいはいはい。うん、これ。なるほどね。赤はつけた、赤は。これがあったら。いろいろ声入っちゃうと。日本人優しい。全部お客さん。ね、うん、ね、うん、ああ、いや、お客さんからいろいろ聞きながら、大好き日本、あ、うん、日本人大好き、あら、うん、嬉しい、で、誇れる日本人でいたいね、そうね、いや、なんかここあったかいね、上福岡といううちは、いいですね、二、ね、店舗目もありがたくお母さんとも話せて、うん、ここ、うん、いやー、ちょっと気になってたんですよね、うん、一回通り過ぎてるから。やばいな、このパオ…もう名前忘れちゃった。パオチュ、パオチュ、パオチュ、チュ、チュ、日本人は巻き舌が苦手だって言われるんでね、チュ、ああ、そう、発音がね、難しいって、うん、俺も苦手だもんね。まあ、でもどれも美味しそうだね、やっぱね、うん、いいな、小籠包楽しみだ。でもおじいちゃんみたいになっちゃってる。いや、なっちゃうよ、もうこの寒い日に入ってきてあったかいのさ。ジェンビン美味しい。うん、何？ジェンビン。ジェンビン。安いね、ジェンビン。ジェンビン。そうです。な、これ？あ、美味しい。あ、そのまま。へえ。うん。ほうほうほう。ほうほう。え、そんなに食えるか？ジェンビン。食えるか？じゃあ、うん。ジェンビン、今。うん。へえ、あ、さっきのだ、はい、
なんだっけ、海海風せんべい。うん。おいしい。へんぴ。せんべい。せんべいってやつ。なんか似てるね。そうね、発音がね。うん。あ。お母さんの地元のやつだ。ね。うん。専門店ならではの感じだね、うん、いやいいなでもね、あ雰囲気も好きだな。いやなんかここほんと紙福岡で一発目でよかったね。いやこれ来ちゃうねまた来ちゃうよ。富士見の市はあったかい。ここもあったかいですよね。あったかい、幸先がいい。そうですね、今後もまた、うん、あのいろんな地域にもね、そう顔出してね、行くべさこの流れを、うん、車に飲んじゃうなこれ。なあもう一杯かな。これ何度あるんですか度数。45。そう、ウイスキーぐらい、ウイスキー25。25か。ああ、そっか、じゃあウイスキー強い、強いんだ。大酒、うん、65。うん、おへぇ、北京二锅头。北京二锅、うん、あ、ん、北京北京二锅头、六锅度。六锅度、65度。65度。はぁ、今、わー熱くなるのね。これは熱くなるよ。2018年の強敵は熱くなる。熱くなる。いや楽しみだな。いや小籠包ってあんまりそんな食べてないですね。そうそう、あの小籠包は来たら、うん、器に乗せて、あのレンゲに乗せて一気にドゥルッといくと。あ、そう。うん、美味しいよ。お詳しいです。うん。はい、はいはいはい、というわけで、はい、ゆで餃子、あ、水餃子ですね。開封状と、開封小籠包。そうです。お、餃子。じゃあった。上手、褒められて。小籠包まだ来てなかった。そうそうそう。焼き餃子の方ですね。いただきます。餃子がお二つ。うん、早速ね。どっちからいきます？俺じゃあ。水餃子の方。じゃあ俺この綺麗な羽がついてる餃子いただこうかな。あー美味しそう。皮もちもちで美味しい。あー、うん、これタレにちょっと生姜浮いてるんですよね。うん、でおすすめが普通にお酢と、うん、醤油とラー油と、うん、日本人好き醤油、日本人醤油美味しいや、うん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 、日本人ご飯一番。あー、あーでもそうかもしれない、うんうん、じゃあちょっと焼き餃子いただきます。あ、色がいいな。あ、これね、うん、ちょっと生姜がつくのね、うん、それが美味しい。うん、あ、美味しい。ありがとうございます。チャームですもん。うん、うん、サクサクで、うん、中ジュワッてしまう、うん、肉汁がね、結構くる、うん、溢れてくる。いや、あー、あ、これ普通にご飯ご飯ご飯ね、日本人ご飯好き。美味しい、うん、美味しい、うん、水餃子も、はい、あ、小籠包パーティー会ですね。やった、小籠包でございます。チェンミンそのままそのまま、そのまま何もつけずにそのまま、うん、チェンミンってね、この漢字で書くと開封せんべい、ね、せんべい、うん、上手、やった。あせんべい日本語や。いただきます。うん、ちょっと自分は水餃子、うん、うん、うわ、もちもちだ、うん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 、この、うん、この、開封せんべい、はいはいはい、すごい皮がもちもちしてて中が割と歯ごたえの残るザクザク感、あって、あ、元が
お箸でちょっと、うん、この中が、あ、中にちょっと衣があるんだ。うん、うん、ほらほら。はいはい、じゃこのまま食べるってね、おっしゃってましたから、いただきます。うまい。うん。シェシェ、ありがとうございます。うん、ふよくじ。よー、あった。通じる喜び。おいしい、これおいしいね。うん。うん。シャキシャキじゃん、中。春巻きともちょっと違うんだよね。あ、そうですね。見た目近いかもしれないけど、うんうん、で具材とかも割と近いかなと思うんだけど、うん、あの中の野菜がもっとシャキシャキしてて、うん、皮がもちもちとした、なんか、なんだろう、なんだろうね、これ近いの、なんで トルティーヤ、あ、でも違うか、ほら、見た目はトルティーヤとかの、うん、みたいなのに近いですよね。けど皮がもっともちもち、うん、もう俺さっきからもちもちしか言ってないね。水餃子も餃子も全部もちもちサクサクいい中じわっなんか春巻きをもう一つそのもちもちっとした、うん、多分この皮自体にもそう、でも人参とか多分入ってるんですね、うん、野菜がいっぱいだ、うまっ。あ、そのまま食べたの、うん、大好き。あ、これでも美味しい。中のスープがすごい、すごい、うん、辛くないです、ゴリ、うん、ちょっと待ってよ、上手、うん、おいしいわこれ。ちょっといただきますね。うん、あー、でも、もう一気に一気に一気に出てきた。これ見てもプルンプルンだもんね。箸で持った時に皮の中に、あー、しょうがない、早く食べないと、早く食べないと。めっちゃ辛い。はい、伊藤大輔が引っかかりました。熱々、美味しい。熱々の美味しいでしょ、うん、でも美味しいでしょ、うん、美味しい、お母さんすごい、これ全部美味しい、ありがとうございます、うん、ぜひ上福岡のね、うん、このだお店の名前がこれ、リュウキー簡単小籠包図。リュウキーって何ですか。ママ、ママ、ママ、あ、うん、ママの名前、うん、リュウキさん、そう、おお、よろしくお願いします。カンタンは、うん、カンタンは、うん、ママ、ママの、ママ、うん、ママのパパ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 パ、おじいちゃん、うんうん、おお、先祖、ご先祖さんかな、うん、ああ、うん、ママの先祖の作った小籠包、うん、おー、はあ、じゃあ代々の味っていう感じ、そうか、家庭の味かっていうことでしょう、か、うわ、これすごい、うん、すごい面白い、あの有機簡単小籠包さんに来ると、中国語も学べるっていう勉強になりますすごいわこれ、食べた瞬間に汁がブワーってくる、これがまた美味しい、美味しいよ、熱々で、俺今来てるね、このパオツ、パオ、美味しい、好吃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 、いやー、たまいいです、いやー、やった、いやー、幸せ、これはやばい、もう今日働かない、麻婆豆腐。あのね、やっぱりあのお出汁がね、すごい、あの肉の旨味っていうの、ちょっといただきます、うん、あのやっぱり全体にスープの旨味がすごい、うん、うん、あ、うまい、ん、オンリーハオチュー、ハウチュー、うまい、普通にうまい、うん、なんだろう、最後に甘みが来るね、うん、なんだろうこれ、美味しい、うん、デコールドゥイー、いや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 、お母さんめっちゃ面白いやろね、本当に楽しい、うん、楽しいお母さんになった。あのさ、初めて、あ、まあ、伊藤君そうだよ、初めてって言ったよね、小籠包専門店、そうなんですよ、小籠包、そう、あの初めて食べて、ああ、え、生まれて初めて小籠包、生まれて初、そう、初めて小籠包ですよ、
小籠包自体が初なんだ。そう、あのシューマイとかね、あるんですけど、小籠包ってなかなかその口にする機会がなく。あ、そう。そう。はあ。だからそう、だからね、生まれて初めてだから、でチュルンって行くんだよって言われて、途中に目の前のパーソナリティーの中で、ね、チュルンって行くんだって。そう、一口で行くんだよって、蒸したての湯気がもくもく立ってるやつ。でも、重心無垢だから、信じちゃって、うんうん、そこがチュルンって言ったら、熱いのなんの。あの、小籠包って中にあのスープが入ってて、そうですね、すんごい。あれがね。ただ自分で振っときながら、あの、俺も自爆してるからね。そうそう、自分でやってますからね。あの、やっぱりプルンってなったのは、トゥルンって行きたくなっちゃって。気持ち的にね。ね。美味しそうだからね。あれ美味しかった。ぜひね、あの、映像とかでもね、ほんとお届けできると最高なんですけども。また、あの、これもあれかな、今日ってこのアカウントの方でお写真の方は載せて。させていただく感じかな。静止画の方では、うん、で、あの可愛いお母さんとのスリーショットとかね、撮れましたんで ね、ぜひぜひそちらもね。お母さんめちゃくちゃ努力家やね。そう、店一人で1年前は日本語喋れへんかったっつよね。そう、オープンしてまだ1年ですからね。でそしたらあんなに喋れるようになってね。いや、すごいなと思っちゃいました、ね。もうだって俺らが行った時にちょうどまあ雪の影響もあってお店は静かだったんだよね。そうですね、うん、でうちらがどうしようかっつって話してたらガラガラっつってあれだぞって言われてじゃあどうっつって入ってね。いや、大正解でしたね。大正解でしたね。美味しかったし面白かったし。そう、この時間のお相手は芝居企画テコール AKR と伊藤大輔でした。龍起小籠包、専門店ですね、場所が埼玉県富士見野市、上福岡、3-2-12、電話番号が 049-257-4986、本日お邪魔させていただきました。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。龍起小籠包さんです。